今？おう、出れるよ。おい、さっき見たコアとそっくりなのがあいつの後ろにあるぞ。なんだと？なんかこの展開、俺すっげえ覚えがあるわ。はあ、全くもっていまいましい記憶だが、どうやら今回も偽物をつかまされたのかもしれん。今回もということは、マダラメとやらのパレスでもお前らは偽物に騙されたのか。ねえぞ、怪盗に2回も偽物を盗ませるなんて。確かにあっちの額に入ってる症状、微妙にこっちのと違うかも。ああ、どっちが本物でも関係ねえ。あれも奪っちまえばいいだけの話だ。その方が分かりやすいな。お前ら二人ともクールに見えんのに結構パワープレイ好きだよな。ま、俺もそういうの嫌いじゃねえけどよ。よし、じゃあサクッとやっつけちゃおう。ここはもしや。この程度。風間負けるぞ、マンドラン。やめろ、私の心を乱すな。料理してやるよ、ペルトロ。ありがたい。準備バッチリ、かっこいいとこ見せちゃって。いただいていく。もしや。なるほど。羽ばたけ、ローブロイ、わしのペルソナ。やめろ、私の子でも乱すな。やめろ、私の心を乱すな。
見せ場だ、ペルソナ。ペルソナ、いただいていく。メッサ聞いてる。お前が憎い。お前が憎い。何、憎みられたものだ。トリマトリック言っとく？ノリノリでいっちゃおう。ぶち上げたいな。マンダ、マンドラン、ベルトラ。マウゾ、ロブロン、わしのペルソナ。仕留めろ、ゴエモン。見せ場だ、ペルソナ。準備バッチリ、かっこいいとこ見せちゃって。調理開始だ、マンドラン。たっぷり味わわせてやるぜ、俺らの誇りを。ペルソナ、受けてみろ。話にな。見くびられたものだ。お前が憎い。お前が憎い。見くびられたものだ。風穴開けるぞ、マンドラン。ペルソラ、魂、羽ばたけ、ロブロイ。来るのだ、ペルソナ。ありがたい。やめろ、蹴散らせ、ゴエモン。見せ場だ、ペルソナ。ペルソナ、心を乱すな。やめろ、私の心を乱すな。ブラックライダー、ティターニア。バフォメット、受けてみろ。メッサ聞いてる。マジかよ。何？ああもう。さて、
そうだな。お前が憎い。トリマトリック言っとく？ノリノリで行っちゃおう。やめろ。私の心を打ち上げたいな。出番だ、マンドラン。エルトラック。ローブロイ、わしのペルソナ、ハイライトいけるよ。俺も行くぞ、ペルソナ。この景色、あたい万能にしてみる。ヘルソナ！ティターニア、バフォメット、私の心を、ブラックライダー、ティターニア、バフォメット、これでどうだ。どこ狙ってる？マンドラ！ペルソラ！マウゾ！ロブロイ！わしのペルソナ！俺も。見せ場だ、ペルソナ。ペルソナ、いただいていく。やめろ。私は残念だったな。見くびられたものだ。トリマトリック言っとく？ノリノリで行っちゃおう。やめろ。私の心打ち上げたいな。出番だ、マンドラン、ペルソナ。マウゾ、ロブロイ、わしのペルソナ。切り刻む、セルロス。ペルソナ、ブラックライダー、ティターニア、バフォメット、受けてみろ。見くびられたものだ。お前らのせいで。見くびられたものだ。アンドラ、
名誉挽回せねば。ロブロ、今からわしらの後方を羽ばたかせ、俺が責務を果たすとき。撃つ。外してるし。やめろ、私の心を乱すな。避けるな。外してるし。ペルソナ、待てよ。当てる。メッサ効いてる。お前らのせいで見くびられたものだ。準備できたんよ。ノリノリでいっちゃおう。打ち上げたいな。アンドラ、ベルトラ、マウゾ、ロブロン、わしのペルソナ。切り刻む。ペルソナ、ブラックライダー、やめろ。ティターニア、私の心を乱すな。バフォメット、いただいていく。お前らのせいで。アンドラ、行くぜ、ペルトロ。ハイライトチャンス、ぶち上げろ。これで、冗談！私の心を乱すな。ペルソナ！いただいていく。どこ狙ってる？パーフェクト回避、チョベリグー、ショータイム。ノリノリでいっちゃおう。ぶち上げたいな。俺らのもてなし、クライナー！出番だ、マンドラン！ペルソナ！ざまし。びっくり。はっ！ざまし。仕留めろ、ゴエモン！蹴散らせ、ゴエモン！見せ場だ、ペルソナ！ペルソナ。やめよう。やめろ、お前らのせいで。どこを見ている。パーフェクト回避、チョベリグ。出番だ、マンドラン。ペルソナ。やめろ、私ロブロイ、わしのペルソナ。
仕留めろ、ゴエモン。見せ場だ、ペルソナ。準備バッチリ、かっこいいとこ見せちゃって。いただいていく。やった、決まり。超アゲこそ正真正銘のコアを手に入れたぜ。しかし先ほどの敵、まだらめのようでまだらめではなかったが、あれは一体。ここに来て思い出したんだけど、確か前にコアを守ってたやつも鴨志田に似てたんだよね。にしてもやっぱパレスには何も起きねえな。いや、そうでもない。入り口付近に変化の兆しを感じる。そうだね、ジョーカーたちもそっちいるかもしれないし。匂いがする。ああ、それにこの奥からは強き欲望を持った人間の気配も感じる。強き欲望つか、この奥って道もなんもねえような。おい、あそこに見えてるのって。あの建物も見覚えがあるな。ねえ、あれってもしかして。今まさに我が輩たちが攻略している金城のパレスにそっくりだ。金城？誰だそいつ。その話は後でいいだろう。先ほども言ったが、奥から人間の気配がする。つまり、仲間の誰かがこの先にいる可能性もあるということか。察しが良くて助かる。なるほどな。いくらこっちで探しても、他のパレスにいたんじゃ見つかんねえわけだわ。パレスっつか、パレスもどきかもわかんねえけど。ここからはわしらにとっては未知の空間だな。ワンダー、リーダーとして指揮を頼む。おー！